紫のスカートの女。近所に住む紫のスカートの女と呼ばれる女性のことが気になって仕方のない私は、彼女と友達になるために自分と同じ職場で働き出すように誘導していくようにしていきます。そして、以下はネタバレありの感想です。自分が読んだ感想としては、ネタバレ考察に出てきているようなおかしさは感じませんでした。友達になろうとしてもなかなかうまくいかず、ただ紫のスカートの女の情報が増えていくだけの日々。ようやく踏み出せたと思ったら、いろいろな部分で歯車が狂ってしまったというところでしょうか。まあそういう人もいるんじゃないのかな程度で、特に引っかかるところはありませんでした。しかし、もしこれを読んでみて何か一つでも違和感を感じてしまったら、そこから抜け出すことはおそらくできないでしょう。どこでその違和感に気づくか試してみるのもいいかもしれません。ぜひ読んでみた感想をコメントに書いてくだされば幸いです。